めちゃモテないサックス、ゴーゴー純さん、じゃんじゃん、始まるよ。皆様、こんにちは、こんばんは、おばんでございます。サックスの近藤純と申します。知っている人は知っている。初めての方は、Nice to meet you! メリークリスマスが終わりまして、今日の曲はですね、竹ちゃんマンさんからリクエストいただきました。悲しい色やねでございます。本当は違う曲だったんですけれども、トモコ大先生のアレンジがどうも本人が気に入らないとしまして、寝ないでなんか違う曲、リクエスト曲をわーって見ていって、悲しい色やねを見つけて、で、朝起きたら、はい、今日は悲しい色やねですって言われて、えって感じで、急に言われても本当に困るんです。この曲はテレビとかで感想とか吹いたことあるんですけど、今日はちょっと自分なりの感想にしてみて、やってみたいなと思っています。とてもいい曲です。悲しい色やね。どうぞ。悲しい色やね、お送りいたしました。ところでですね、クリスマスの時にデュエットの譜面をプレゼントして、皆さんどうかやってくださいなんてやったんですけど、なんとなんとそのムターさん、チャンネル登録数が 45,400人もいるムターさんが奥様と一緒にデュエットしてくださいました。また奥様がまたすごい綺麗な音で、もうびっくりしました。とっても素敵なデュエットでした。ムターさんはなんと2007年から動画を投稿されていて、僕なんかはもう2018年、去年ですから、もうこの新参者にのやったことに対して見に来てくださって、賛同してくれて、奥様とデュエットもしてくれて、こういうふうに我が子って広がっていくことがとっても嬉しく思いました。ありがとうございました。これからも皆さんの輪を広げて、めちゃモテない世界征服を目指したいと思っておりますので。どうぞよろしくお願いいたします。はい、この YouTube ですね、私はもう何一つ何もできず、トモコ大先生が
カラオケ作って、映像を撮って、編集までして、ただ私は服だけなんですけど、それをね、私が全部一人でやってみなさいっていう企画を、はい、お正月中にやろうと思っています。それもしかも二重奏ね、二画面で、やってみたいと僕は思っています。智子大先生に教えてもらって、やり方をこうやっていこうと思うので、YouTube やってみたいなとか挑戦してみたいなっていう、やり方わかんないっていう方のためにも、僕が全くわかっていないので、それを実践することで、それを見ていただいて、あ、こうやってやるのかってなんか理解していただけたらいいかななんて思って、それを企画しております。なんせその最先端を行く近藤潤でございます。皆様に、引っ張っていく役目を、大勢使ってると、自負しておりますので、それが使命だと思っております。頑張りますので、よろしくお願いします。最後になりますが、忘年会がとても今、真っ盛りではないかと思うんですけれども、先輩のことを、とにかく、何か困ったら、いい言葉があります。レジェンドです。とにかく、レジェンドと言っておけば、言われた人は悪い気はしません。困ったなと思ったら、やっぱり、何々さんはレジェンドですねって言ったら、きっと、いい気持ちになってくると思うので、どうぞ、忘年会、宴会でレジェンドを使ってください。そんなわけで、今年一年本当にお世話になりました。皆様健康で、また来年も、ぜひ、見に来てください。ありがとうございました。今日はこれにて失礼いたします。良いお年をお迎えください。さようなら。ゴーゴージュンさん、ちゃんちゃん、また見てね。